牧師公設市場周辺、ぐるりと散歩。牧師第一公設市場が3月にリニューアルオープンして3ヶ月が過ぎました。そして徐々に周辺の街並みに馴染んできたようです。町側総合案内所と電柱商店、2つとも名前が生かしています。ただ総合案内所はインフォメーションという文字が小さすぎて外国人は素通りしそうです。日本人観光客にも、初めての沖縄に来た人には町側案内でも意味がわからないでしょうね。市場周りのアーケードが撤去されてどうなるものかと思いましたが、こうして太陽の下の商店街、明るくていいものですね。今は平日の午後3時頃です。この時間帯でもせんべろが始まっているのでしょうか。そのあたりも調査してみます。この通りはせんべろの店が集中している通りです。こうして見たところ、やはりまだ空いている店は少ないようです。17時頃からどこも本格的に営業を始めるのかもしれません。右手の魚の坊の本店川上鮮魚は開いていますが、本来の刺身屋さんとして開いているようです。まだ3時ですが、この通りは楽しい飲んべいたちがいっぱいですね。那覇せんべろの中心地、足立屋と天国酒場がある
交差点に来ました。いやー楽しそうです。私も軽く飲んでみたい。徳地正信さん、ぜひ皆様お手拍子をいただければと思います。春日八郎さんの歌われた曲です。おとみさんです。Not all.